はい、どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。ミーチューブです。久しぶりのですね、ドライブ雑談となっております。いや、最近はですね、天気がめちゃくちゃ暑かったり雨が降ったりと、なかなかですね、車に対する作業がですねできなくて申し訳ないです。今日はですね、タイトルにもありますように、バズビードしばらく私放置していたということと、メリットとデメリットっていうのをですね、お話ししていきたいと思います。私以前ですね、バズビデオ、トップバズかどっちか忘れたんですけども、税務署にお世話になることがありまして、それに対しての動画もですね、以前上げたんですけども、それを見ていただいた師匠様、いかがだったでしょうか。バズビデオ同期の方はできて、少しでもね、収益の方が発生しましたでしょうか。まあ、なぜですね、私の方がバズビデオをやろうかと、思ったきっかけといいますか、まあ、やらざるを得ないということが、ありまして、まあ、そもそも私のチャンネルというのは、資金、運営費と、0円から0円でやっておりますので、その月の収益がないと何もできないよという究極のですね、自分を攻め込むつもりはないんですけど、まあ、何とかでですね、自分で稼いだお金を車に、当てると、それから機材とか、いろいろ通信費とかですね、そういうのに当てるということをやっているチャンネルでございます。まあ、他にもですね、このようなドライブ雑談とか、愛媛の、ココナラスポットとかをやっております。最近はですね、SEO 対策として、ひらがなではなくカタカナのミニチューブだったんですけども、昨日からですね、ひらがなのミニとなりまして、ミニチューブとなりました。それではですね、お話がちょっとずれてしまったんですけど、バズビデオに関してですね、メリットからですね、お話していきたいと思います。まずですね、まあ、例えば私の場合ですと、その当時持っていた動画の本数で言いますと、約450本当時ありました。それをですね、バズビデオの方に自動で同期しますと、まあ、約1日50本ずつぐらい自動でですね、YouTube にアップしたとと同時に、バズビデオの方にも自動でアップしてくれるという、素晴らしいですね、機能がございまして。で、しかもですね、新参者でも、すぐにね、収益されるというメリットがありました。で、今現在はですね、その収益をクリアするためには、バズビードの場合は、フォロワーが100人いるということと、まあ、再生時間をあるっていうのをクリアしなきゃいけないんですけども、そこはですね、私はフォロワーを100人を選びますと、まあ、1週間以内にはすぐに100フォロワーというのはできまして、今現在は、2300フォロワーぐらい、ありがたいことに、フォロワーさんがついています。っていうのも、バズビデオの場合はほぼ総会してくださいって、しましょう OK ですよっていうところなので、バンバン向こうから入ってくるので、それは心配ないかと思います。で、バズビデオのですね、収益が発生しまして、何をやったか、何ができたのかっていうのはですね、まず、ご存知の通り、税務署に、初めてですね、生まれて初めてお世話になりました。今年はどうかわからないんですけど。で、二つ目、これが一番大きなところなんですけども、自分の親に対して、ま、
少ないんですけども、ある程度の金額をですね、どうもありがとうということで渡すことができました。そして、最後に前に、当て逃げされた分のですねお金16万かと忘れちゃったんですけど、それをですねペイ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 ということでペイできました。でこれもですね、まあ、YouTube をやっていると、まあ、いつもですねプラスなわけではないのでその辺の、救いというかいう風になって、あよっしゃこれすげえなーということでですね続けて参ったわけなんですけれども、まあ、トップバズの場合はどうやらですね、まあ、先ほど申し上げたんですけど新参者にはですねとってもですね収益を出してくれる収益を出してくれやすいんですよね。 YouTube は逆で新しくチャンネルを始めてもなかなか再生って伸ばしてくれないという現実があるんですけども、バズビードの場合はまあすぐ収益が発生して自分の手元に入るというところが、メリットだったんですけども、約ですね450本、私の当時の動画本数は450本すべて、上がり終えた時点から約1ヶ月ぐらいだったかな、だったところでですね、久々にですね収益の方をチェックしますと、最初もらっていた収益とあれ桁が一つ少ないなと思って、まあ例えば1万円だった場合1000円とかですね。で2ヶ月3ヶ月経って、まあその放置していて収益だけ見ていたんですけども、あれまだゼロが1個ないよということで、例えば1000円だったら100円台とか、そういう状態にですね、今なっております。なのでですね、まあ僕は思うんですけど、まあ僕みたいに本当に0円からしか、まあ、できないんですよとか、パソコンが欲しいとか、機材がないよという方にはですね、おすすめなんですけども、まあ、同期してしばらくの間はなんとか万円、まあそうか、バズビートの場合は収益言っていいんだったら、私の場合は月10万円を超える収益が、3ヶ月ぐらいはあったんですけども、そこから急降下するごとくですね、収益の方がもう何百円と、一日何百円、月に本当に3000円とか、ものすごいですね何だったんだとか、何だったあの収益はとか、結構ねショックを受けたりします。このままだと本当に自分は家も建てれるんじゃないかとぐらい勘違いさせるぐらいですね、バズビデオの方はまだですね、YouTube と比べて、甘いところがあるのかと思いました。で、もし衝撃だったのが、去年の12月か1月頃なんですけども、トップ YouTuber のレッドメモリーさん、シルビアのレッドメモリーさんのチャンネル、それから、ムズカレージさんのチャンネルも、バズビデオの方で確認したところですね、これなんと驚く結果を見てしまったんですけども、おそらく、本物だった場合ですね、フォロワーがたった1日で1000人、2000人、3000人、4000人と超えているに対して自分からもですね、フォローができるんですよ。それがゼロだということですね。まあ、ミズガレージの方も、自分からのフォローをしなくてもどんどんフォロワーがついていって1万人、2万人とかってなってたんで、
あ、これはさすがだなと。自分がフォローしなくてもバンバン入ってくるっていう、そういう凄さっていうのをですね、身に染みて感じたトップバズでございます。ただですね、まあデメリットも一緒に話してしまったんですけども、まあ、ずっとね、まあ、何百円、一日何十円っていう収益でもですね、全くですね、ゼロという日はないんですね。っていうのも、まあ、これすっごいヒットしたとか、まあ、いいねとかがついたものに関しては、まあ、再生し続けたりとか、まあ、逆に私なんかで言うと、まあ、剥げない方法とか、ゴキブリが出ない方法とか、まあ、短く1分ほどでまとめた動画なんかっていうのは、今でもですね、ヒットされて、まあ、再生し続けてるということで、その辺がですね、1日100円200円の大きなね土台となったりしていて、なぜかですね YouTube では明らかに再生されないものがトップバズで、ものすごく再生されているというような、不思議な現象も、起きております。で、私なりにですね、客観的に、まあ、どんなチャンネルがですねバズビデオで再生されているのかというと、もちろん、皆さんもご存知の方は知っているかもしれないんですが、ペット、それから車関係、まあ、特にドラレコ関係がですねものすごくですね、ヒットしています。まあ、私にとってはですね、まあ、これからもバズビデオも YouTube も同時進行でやっていくんですけども、まあ、ちょっとでも収益がないと、続けていけるチャンネルではないので、まあ、私は続けていくことは思っております。ということで今日はですね、バズビデオ、まあ、トップバズですね、元はをや、まあ、しばらく放置にして今どうなってるのかっていうお話でございました。まあ、他にもですね、このチャンネルはですね、皆さん買いやすいパーツ紹介、ドライブ脱産などもやっております。すでにですね、Amazon から届いた商品とか、提供商品とか、今準備をしているんですけども、何せこの天気の良さ悪さがあってなかなかですね撮影ができていないんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、評価、コメント、チャンネル登録お待ち申し上げております。